この生物を引き取る。黄色い本とか結構個数がいるよ。皆さん大丈夫ですか？で、絆。こんな感じですね。隠れてる。さあ、これがどうなるか。右上のところにも行くのかな？餌とかはちっちゃいミニチュアサイズなのかな？ハグリッドのサイドクエストで、こちらも育てていく感じになるからね。ああ、かわいいかわいい。夏気度もちょっと上げておきましょう。こんな感じでレベルアップしたらね、上がっていく。で、名前変えた場合はこの鉛筆のところでね、変えることができます。こんにちは、チョメです。魔法の鳥の羽やっていきます。ハグリッドと会おう。ダンブルドア先生がいる。ダンブルドア先生、心配いりませんよ。俺に任せてください。絶対に何とかしますから。それは頼もしい言葉じゃ、ハグリッド。わしが頼んだものが手に入り次第すぐに連絡してくれ。何を頼んだんだろう。いやあ、ハグリッド。なんだか深刻な話をしてみたいだけど、大丈夫か？ああ、チョメ、ちょうどいいところに来てくれたな。ダンブルドア先生からものすごく大事なことを頼まれたんだ。しかも急ぎの用事だ。こんな俺を頼ってくれるなんて嬉しいぜ。素晴らしい人だよ、ダンブルドア先生は。うん、そうだな。それでどんな要件を頼まれたんだ、ハグリッド。ああ、説明するよ、チョメ。さあ、これをファンゴに餌をやりながら話そう。1時間星3個で合格。ダンブルドアの頼み事を聞く。かわいいファング。星3個で放置しても大丈夫ですからね。昼寝と食事、ファングはどっちが好きだろう。ダンブルドア先生が特別な羽ペンを用意してくれたと頼んできたんだ。ハグリッドは不安そうだな。ホグワーツの未来がかかってるかもしれねえんだ。めっちゃ上がりやすいわ。星5個で大丈夫そう。君は本当に美味しそうに食べるな。ダンブルドア先生がちょくちょくに会いに来るってことはそれだけ重要ってことか。どうしてダンブルドア先生は君の力を借りたかったんだろう。さあどうぞ、ファング。最後はハグリッドタップして終わる。ファングタップして終わる。あ、5か。これエネルギー戻ってくるからね。右上見て。払いすぎたエネルギー。今9、8になったけど、ほら右上。あ、戻ってこんかった。マジで。いや、前戻ってくる仕様だったんだけどね。ちょっとバグってんのかな、表示が。ゲット。ハグリッド、つまり君が言ってるのは、ダンブルドア先生に新しい羽ペンの調達を頼まれたってことか？その通りだ、チョメ。先生の大事な本に使う大事な羽ペンだ。お前さんも見た通り、そんな大事なものの調達を先生が自ら俺に頼みに来てくれた。何としてでも手に入れねえとな。ダンブルドア先生が言ってた大事な本って？それはここで話さねえ方がいい、チョメ。誰が盗み聞きしているか分かったもんじゃねえからな。うわ、怖っ。目がめっちゃ怖い。ファング、どうした？だが俺があの本じゃねえかって予想してるのは本当にめちゃくちゃ大事な本だ。ホグワーツの未来がかかってるかもしれねえ。だからすぐに新しい羽ペンを見つけてこねえとな。どういう羽ペンがいいとか考えてるのか。特別な本には特別な羽ペンが必要だ。インクがいらないやつがいい。希少価値が高くても謎に包まれた魔法生物の羽なら、オーグリーの羽ならそう惜しいと思う。オーグリーの羽を見つけようと思ってるのか。楽しそうだな。探すのを手伝ってくれるか、チョメ。まあ、君のために手伝うよ、ほんと。もちろん手伝うよ、ハグリッド。友達の手助けが必要なら本望さ。お前さんは本当にいいやつだな、チョメ。お前さんなら首を縦に振ってくれるって思ってたよ。実は羽を分けてくれそうなオーグリに心当たりがあるんだ。魔法生物保護地のオーグリに会いに行こう。これで引き取るって感じかな。ハグリッドと会おう。オーグリを解除するですね。お前さんのオーグリに会いに魔法生物保護地に行こう。引き取ったら今度は森に行くことになりました。場所が変わってるね。どこにいるんだろう。お、リズがいた。いや、リズ、ここで何をしてるんだ。魔法生物保護地でリビス教を散歩させてあげたかっただけよ。名前だからね、これ。こうして散歩に出してあげないと一日中スリザリンの談話室にこもっちゃうのよ。こんにちは、リビス教。今日は光虫を食べてないみたいだな。よかった。ゲロゲロ。というか、まだ食べてないって言った方が正確かな。あなたはここで何してるの、チョメ。魔法生物保護地であなたに会うなんてめったにないわ。僕はハグリッドの手伝いでオーグリの羽を探してるんだ。その一環でオーグリに会いに来たんだよ。何、オーグリのオーグリって。あ、そっか、チョメのオーグリにまだ名前つけてないからか。ちょっと待って、あなたオーグリと友達なの、チョメ。すごい。そうなんだ。間近で見ると本当に綺麗だよ。近くで見たことなんて一度もないわ。それじゃあ見せてあげるよ、リズ。オーグリ、出ておいで。名前がオーグリだからね。オーグリのオーグリになった。だからこれちょっと名前つけてもいいかもしれない。なんか可愛いね、すごく。
なんて綺麗な生物なのかしら、もっと悲しげで陰気なのを想像してたけど全然違うわ。オーグリーは一緒にいてすごく楽しいよ。どうして悲しげな生物だと思ってるんだリズ。昔話を聞いたことがあるでしょ、オーグリーの鳴き声を聞いたらもうすぐ死ぬっていうやつ。あなたはその話信じてるっちゃめ。いや信じないよ。なんかカラスが鳴くと誰かが死ぬっていうけど、それだったらみんな死ぬからな。うんうん、僕はそんなの信じてないよ。多分昔の人が子供たちを怖がらせるために話した迷信じゃないかな。そうだといいけど、本当の話だらって思うとちょっとゾッとするわ。だから今日はオーグリーの機嫌が良くて良かったわね。鳴き声を聞かなくて済みそうだもの。そうだな、それで僕がここに来た目的だけど、どうすればオーグリーを怯えさせずに羽を手に入れられるかな。せっかくできた友達を傷つけるようなことは絶対にしたくないんだ。オーグリーを傷つけずに羽を手に入れる方法はあると思うわちょめ。ねえ、ちょっと話し合わない？3時間星5個で合格。羽を手に入れる方法を話し合う。やっていきましょう。オーグリーの羽はキラキラに光ってる。ゲロゲロ。オーグリーは機嫌がいいみたいだ。やっていきます。オーグリーは私と同じで内気なの。オーグリーの後をつけれていれば、そのうち自然に羽が抜けるんじゃないかな。オーグリーの羽はキラキラに光ってる。ゲロゲロ。チョメは？オーグリーを怯えさせないように慎重にやろう。羽を抜くのはやめておこう。それは絶対痛がると思うから。オーグリーって脱皮するのかな？オーグリーの巣を見つけたらたくさん羽が落ちてるはずよ。予備の羽があったらそっちを分けてって言いたい。オーグリーは私と同じで内気なの。こんな感じでどんどんやっておきます。はい、コインをゲットします。いろいろ話し合ったおかげでオーグリーを怯えさせずに羽を手に入れる方法が分かったよ。オーグリーに巣まで連れて行ってもらうんだ。そうね、巣に行けば羽が落ちてる可能性が高いからそれを取ればいいだけね。ただ一つだけ問題があるわ。なんだリズ。オーグリーはすごくシャイで人目を避ける生物なの。オーグリーに巣まで連れて行ってもらうのは難しいと思うわ。少なくとも生物との絆を強めて信頼を得られるまではね。うん、君の言う通りだなリズ。それにオーグリーは友達だ。僕たちが利用してるなんて思われたくない。今からオーグリーの信頼を得る方法を調べるために図書館に行こう。すぐ向かって行きましょう。星3個で合格だったらすぐ放置できるからね。図書館まで会いに来てオーグリーについて調べましょう。ロデリック・プランプトンについて読んでるの。彼はクイディッチもうまかったけど画家としても優れてたのよ。バディーヤ、ちょっと見えないけどここにいますね。カエルの鳴き声がしたような、あなたにも聞こえましたか？ただの気のせいかしら？気のせいじゃないです。ケロケロ。やばい。隠れてるけど。来たわね、ちょめ。さあ、オーグリーとの絆を深める方法について調べましょう。これ絶対見つかるでしょう。本が開いてるってことは、君はもう調べ始めてるのか？何か分かったか？ええ、一つだけだけど面白いことが分かったわ。このオーグリーが泣いたとき、私はなぜ死ななかったのか。って本によると、オーグリーは死の前兆じゃないみたいなの。それは全くの誤解で、実はオーグリーの鳴き声が予告するのは雨が降るってことだけらしいのよ。カエルと同じか。やっぱりただの迷信だったんだな。別に信じてたわけじゃないけど、オーグリーが泣いても死が近づいてるわけじゃないって隠しようが持てたのは嬉しいよ。ゲロゲロ。リビス教も同感みたいよ、ちょめ。今のは気のせいでしょうか。こっちの方からカエルの鳴き声が聞こえてきたと思ったんですが。まあ嘘をついてみよっか。カエル？多分それは僕が喉払いした音じゃないでしょうか。咳払いか。まあカエルのような声でしたよ。風邪気味なら紅茶に蜂蜜を入れて飲むことをお勧めします。いいアドバイスですね。ありがとうございます、マダムピンス。調べ物が終わったら飲むことにします。ふう、びっくりした。リビス教のめっちゃ見えてるじゃん。黙っててくれてありがとう。ごまかしてくれて助かったわちょめ。もちろんだよ。だけどピンスが僕の嘘に気づく可能性もある。途中で図書館から追い出されたら困るから、さっさと調べ物を終わらせよう。オーグリーと絆を深める方法が載ってそうな本をどんどん読んでいくぞ。びっくりした。ピンスがいた。3時間星3個で合格。オーグリーについて学ぶ。ピンスが戻ってくる前に調べ物を終わらせよう。この本にはオーグリーの羽はインクを弾くって書かれてる。オーグリーは虫を捕まえるのが好きだって書かれてる。
リビス教と同じでオーグリーもハエが好きなのね。今変わり者のユーリックが50羽のオーグリーを飼っているうちに頭がおかしくなったってところ。小さな声でお願いします。この二人はなんか嫌だね。めっちゃ緊張してるじゃん。オーグリーの巣はトゲと茨でできてるのか、羽もあるといいな。星三個で笑おうと思ってます。面白いわね。オーグリーは妖精を捕まえるのが好きらしいわ。この本にならオーグリーと絆を深める方法について載ってるはずだ。オーグリーの巣は涙みたいな形をしてるのよ。知ってた？なんかいろいろ勉強になるな、本当。この本にはオーグリーの羽はインクを弾くって書かれてる、ね、ループしたからちょうどいい感じでしょ。4はちょっと多いな。2にしとくか。これで星3個になったからね。星3個以上で合格です。ゲット。オーグリーについていろんな本を読んだな。おかげでオーグリーとどうすれば絆を深められるか分かったと思う。オーグリーの餌は昆虫とハエと妖精だから、オーグリーと一緒に餌を探しに行くのがいいと思う。いいと思うわ、チョメ。オーグリーの群れの一員として振る舞えば、私たちのことを群れの仲間だと思ってくれるかもしれないかもね。うん、そうやって安心させて巣まで連れて行ってくれるといいな。ケロケロ。リビッツ教もいい作戦だって言ってくれてるみたいよ、チョメ。こんなことは言いたくありませんが、あなたの声は図書館に来たばかりの時よりもひどくなっていますよ、ミスターゲームズ。病棟のマダムポンフリーのところに行って、咳止め薬をもらった方がいいのではないでしょうか。はい、そうします、マダムビンス。気にかけていただいてありがとうございます。もうこれ以上ここにいることはできないな。まずはオーグリーと絆を深めるために一対一で時間を過ごさないとな。そうすれば餌を探すためにオーグリーをハグリッドの庭に連れ出せる。これでまたあげる感じかな、夏起動。餌を探す前にオーグリーとの絆を深めておいた方がいいわ。オーグリーの信頼レベルを5まで上げますね。じゃあ今回はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。こんな感じです。次回はね。